お願いします。次です。愛知県のドヤミナリスペクト、あっぱれ月曜日の皆さん、こんばんは。こんばんは。シャクネーもこんばんは。誰がシャクネーやねん。以前このコーナーでシャクネーのワンコ攻め好きをお伝えしましたが、シャクネーはワンコ攻め以外にも俺様受けやマタドンも大好物のようです。シャクネー、俺様受けとマタドンの魅力をやる月メンバーの皆さんに教えてあげてください。何を言ってんの。俺様受けって。マタドンっていうのはいわゆる壁ドンの、あのシリーズです。またどん、またどんって言って、あの足と足の間にこう足をトンって入れんの。女性の足の間に、いや男性の、女性かどうかは、あ、BL とかだったら、BL だったら男性と男性の間、足入れるとまたの間に片足を入れんだ。そうです、壁に追いやってる状態で、危ない、玉木かーなんで、足開いてないなんで、まあぶつからない程度にやってみちょっと、見てみたい。たくさんとショータ。いやいやいや、つぼくらくんやろ。つぼくらくんの条例が壁側にいます。どういう状態なんだろう。どうやってもハゲドンになっちゃうと思うんだよ。ハゲがドンとくる。足の裏、足の、それとも膝、間です。たまに気をつけてよ。手はどうなってるんですか。手は壁ドンでも何でも。手は壁ドンで、おまおまたんとこに足をポンって入れるんじゃない。そうです、そうです。これをこうやって、そうです、そうです。そんな状況ある。あ、はい、もう完全にこういうこと、キスとかする直前みたいな感じ。そうですね、そういうシーン当たっとるで、それ金玉にな。すげえ嫌な感触がある。膝に。またどん、ああ、俺様受けは？俺様受けはなんかオラオラしてるのに、実はこう攻められたいっていう。あ、受け身ってこと。あ、願望もある方がいいですか。普段 S なんだけど、そういう時になったら M みたいなってことですか。なるほどね。がドキドキするの。へえ。シチュエーションだ。ギャップが。ギャップですね。またどんがたまらないんだ、じゃあ。またどんはそうですね。よりちょっとなんかこう大人な。セクシーな、あー、そういうことね。そう、なるほどね。なかなか、でも男の場合ないけどね。ないけど。オラオケもいいんでしたっけ。オラオケも基本何でもありなんですけど。オラオケ何。オラオケ、オラ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 オケ、オラオラで歌うカラオケ。オラウタン、オラオケ、オラウタンのまた動画あるよ。足短いよ。あいつら握力すげえからやべえ。500ぐらいいくらしい。動物になるとうるせえな。ゴリラとゴリラとオラウータンすごいよ。ゴリラとオラウータン2、300キロの体を支えるから。オラウータン、オランウータン。いいんすよ、いいんすよ、もういいんだよ。正確には顔のフリンジでかい方がモテる。フリンジ、フリンジっていうんですか。フリンジ、そんなフリンまで知ってる。フリンジでかい方がモテる。